まかてこすましの説明をお願いします。はい、一人 OS の一番右横お願いします。簡単に出せば大体1ホールド。はい、1番がアーリー、2番が今井、3番が2つですね、3番。4番が、アライトシア、5番がデイジー、近いところですね。6番がブラタ、6番ブラタ、この反対向いてくるバリュー。7番が関口さん、8番が、9番がマリア、9番が。かつってますね。もっと後ろに下げて一瞬でやっちゃう。10番がちょっとね、ちょっと斜めになっちゃうんですよ。こっちじゃなくてね、そっちは取らないから、もうスキンが出てきますけど、そっちの左側、そっちの方がリップするから。はい、まあ、そっちの方が安全だと思います。それで行きましょう。さあ、本日のメインレースになりますね。 GTG クラス MA 決勝です。ブレイクしたら最高でいきます。こちら行きます。スタート、5秒前。さあ、きれいですね。上手にできるスタート、あまりが人気するかどうか。コースでも、やはり、プラスワンという新オーナー、自らに非常に大事です。新人の動作。
言われたことですね、ちょっと、まずさんと平野さんの言葉がおかしいと思うので、まあ、理解できるのは大丈夫だと思うんですが、どうですか、アーリーマイテニスですね、アーリーマイテニス。アーリーブラブラ止まって、平野さんから、高台から6番手で上がってたんで、平野が6番手。一体、マルちゃんの下の位置には分からないですけど、それは戻ってたと思ってですね。さあ、何が起きたの？前の中継かな？僕を見たんだ。前がトップ、本場産業の後ろに、ああ、いいですね。その後ろに、ベンチがあると聞いています。さあ、しかし、トップの次は本場2秒。今井とああ、いいが本場2秒か。今、ちょうどスティーネに行きます。さあ、今、スティーネがすると答えます。前がいないけど、後ろがあり。やはりストレスの差がない。さあ、次が2枚、トロフォーバーリー、完全に休止。残りが25秒。先頭に立ちました。さあ、トップバッティングのコントロールに進めました。ありがとうございます。さあ、トップで1人で2人で5番手。いや、さらにもう根岸が来ている。根岸がもうアーリーの後ろまで来ている。さあ、残り5秒。トップ3歳がストレート1本。さあ、どうだ。ここでファイナルアップ、トップ選手、変わりましょう、アライボール、アライボール、平野選手、ゴールボール、残るは小型、そして隣、アーリーと、このまま逃げ切りそうだ、さあ、いいです、電車ゴールです、電車ゴールです、電車ゴールです、優勝今井選手、アーリー選手、右選手という結果ですね、ちょっとマルシャンとスナーさんの動画がもう、めちゃめちゃなんですけど、すごいことになります。スーちゃん通ってみて、タイムが全部分かるというか、一人は分かるんだけど、同じ問題だから。